2006年アメリカグランプリは2006年第1世界選手権の第10戦として2006年7月2日にインディアナポリスモータースピードウェイで開催された。フェラーリのミハエル・シューマッハがシーズン3勝目を挙げ、フェルナンド・アロンソの連勝を4でストップさせた。チャンピオンシップのポイント差も19まで縮める。シューマッハのチームメイト、フェリペ・マッサが2位に入り、フェラーリのルノーに対する差も26に縮小した。ミハエル・シューマッハとフェリペ・マッサが、ルノーのジャンカルロ・フィジケラ及びホンダのルーベンス・バリチェロを抑え、フェラーリがフロントローを独占した。ヤルノ・トゥルーリの車は、パルク・フェルメで修理の途中であった。そのためトゥルーリは、ピットスタートとなった。ニコ・ロズベルグは予選セッションで信号を無視したため、ペナルティを課され、ガレージで重量測定が行われた。FIA はロズベルグの予選タイムを取り消し、21番手からのスタートとなった。トロロッソのビタントによりウッツィはエンジンを交換し、20番手からのスタートとなった。レースは第1コーナーでの2つの大きなクラッシュから始まった。このアクシデントで7台がリタイアする。ターン1でマーク・ウェーバーがクリスチャン・クリエンと接触。クリエンはスピンしフランク・モンタニーと接触。コースアウトした。ターン2でファン・パブロ・モントーヤがチームメイトのキミ・ライコネンと接触する。モントーヤは次にジェンソン・バトンと衝突。右フロントタイヤが BMW ザウバーのニック・ハイドフェルドに接触した。モントーヤはまたトロロッソのスコット・スピードにもぶつかった。これらのアクシデントでも負傷した者はいなかった。アクシデント後も順位は変わらなかったが、唯一のバトルが、デビッド・クルサード、ニコ・ロズベルグ、ビタントニオ・リウッチの間で行われた。ロズベルグが争いに敗れ、完走したドライバーの中で唯一無得点となった。また、リウッチは、トロロッソに、初のポイントをもたらした。モントーヤは、レース後にチームを離れ、2007年シーズンは、アーンハートがナッシュレーシングからNASCARに参戦することを発表した。フロム、レースのスタートレース後の車両フロム、ありがとうございます。